こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今ですね、テスラショップのホームページの方を見ています。でですね、つい最近テスラショップに追加された商品でですね、めちゃめちゃ気になるものがあって、ちょっとねそれを紹介したいと思います。何かと言いますと、この下の方の充電っていうところから、まあウォールコネクターとかね出てくるんですけど、気になってる商品はねこちらですね。このウォールコネクターカラーマッチフェイスプレートっていうやつです。でこれの詳細ちょっと見てみます。はい、これ何かと言いますと、ウォールコネクターの上にかぶせるですね、フェイスプレートのカラーを変えられるという商品なんですよ。でこれね12000円でお値段もちょっとお高いんですけど、今ね写真に写ってるのはレッドマルチコートの色なんですけど、これね車体の色に合わせてちゃんとね4色あるんですよ。こちらがねブラックです。かっこいいですよね。それからディープブルーメタリックね、私の車体の色と同じのはこれですね。それからミッドナイトシルバーメタリックもね、もちろんラインナップにあります。でこれ実はねアメリカのテスラショップには半年ぐらい前に登場していて、その時からねこれ欲しいな、つけたいなって思ってたんですよ。でそしたら、まあ、1ヶ月ぐらい前になるかな、日本のテスラショップにも追加されて、よしこれでフェイスプレートをねブルーにして車体色と同じに合わせられるぞって思ってたんですけど、ところがですねいろんな理由があって、これをね私のウォールコネクターに取り付けることできなさそうなんですよね。でそれはなぜかと言いますとですね、まあ、私がつけるとしたらもちろん車体色に合わせたディープブルーメタリックなんですけど、はい、まず理由の一つ、この商品在庫切れですって書いてます。そう、なぜかね1ヶ月前に追加された時からずっとですねこの青が売り切れになってるんですよ。なので一つ目の理由としては在庫切れで買えないっていうことです。でもしこれね在庫があったとしても買えないっていう理由がまだあります。それは何かと言いますと、こちらを見ればわかるんですが、この中期ですね、第3世代ウォールコネクターに適合しますって書いてあって、そうなんですよ、これね現行のウォールコネクターは第3世代になっていて、それ用のこれフェイスプレートなんですけど、私が買った時のウォールコネクターは残念ながらですね第2世代のものなんですよ。なのでそもそもですね第2世代用のフェイスプレートは出てないっていうことで、これね買っても合わないんですよ。いやそれねちょっと悔しいなと思いまして、でさらにもう一つ、これ変えたとしても取り付けが自分でできない理由としては、もう一つここに書いてあるこの中期ですね、電気工事士による設置または交換が必要ですということで、でこれ見て私ねえっと思って、これフェイスプレートただねカパって取り替えるだけなのに電気の配線とかいじくらないはずじゃないですか。なのに電気工事士がいるってどうしてなんだろうと思って、ちょっとねこの取り付けマニュアル見てみたんですよ。そうしましたら、こちらがですねこの第3世代ウォールコネクター用のフェイスプレートの交換マニュアルなんですけど、これの下の方の取り付け方法を見るとですね、まず一番最初にウォールコネクターの電源のブレーカーを落としてくださいで、まあ、電源止めてくださいって書いてあって、でその後に本体をワイヤーボックスから取り外してくださいって書いてあるんですよ。ここを外しちゃうのと思って、でなんでこういうことになるのかって思ったら、この取り外した本体の裏側にですねこのフェイスプレートを固定してるネジが2箇所あるみたいで、それをね外さなきゃいけないみたいです。でこの裏のネジを外したらフェイスプレートを下にこうズリッとずらすことで外れるみたいなんですよね。なのでですね、確かにこのマニュアルの通りに考えると、この最初の本体をねコネクターから取り外しちゃうっていう時点でこの壁側の配線がむき出しになりますよね。そういう関係で、まあ、ちょっと素人が工事すると危ないので、一応電気工事士の資格がある人がやってくださいっていう風になってるんじゃないかなって想像したんですけど、で私はねこの電気工事士の資格持っていないので、まあ、素直に従ったらこれ私は工事することができないということになります。まあ、そんなこんなでいろんな理由があって、このフェイスプレートを買ったとしてもね、まあ、私のウォールコネクター第2世代には取り付けができないっていうことになって、まあ、諦めざるを得ないって状況だったんですけど、そこで今回の動画の企画なんですけど、だったらせめて今うちにある第2世代のウォールコネクターにラッピングしてですね青にしちゃえばいいじゃんって思ったんですよ。で、まあ、ラッピングするにしてもやっぱりこのフェイスプレート外さないと難しいですから、やっぱりね電気工事士の資格いるんじゃないかっていうふうに思って、一応ですねこちらの第2世代ウォールコネクタ用の取り付けマニュアルも見てみたんですね。でこちらの方を見てみると、ここですね、
こちらにですね、フェースプレートの取り外し方が書いてあるんですけど、第2世代のウォールコネクタの場合はこの下の底面に1本ネジが止まってるだけで、これを外すとですね、本体を壁から取り外さなくてももうね、フェースプレートがパコンって外れちゃうっぽいんですよね。であればこのね、プレートを外したとしてもこの裏にね、配線剥き出しになったりしないので、これ安全だと思うんですよ。まあ、なのでこっちの第2世代だったらフェースプレートをね、自分で取り外してラッピングしたとしてもまあ大丈夫なんじゃないかなっていうふうに判断してですね、今日はちょっとその作業をやってみようかなと思います。はい、というわけで実際のウォールコネクターちょっと見に行ってフェースプレートがね、外せるかどうか試してみたいと思います。はい、これがですね、第2世代のウォールコネクターね、今うちについてるものなんですけど、マニュアルを見る限りだとこの第2世代のやつはこのフェースプレートだけね、パカッと取れるようになってると思うので、ちょっと外してみます。で、外し方なんですけど、このプレートのですね、一番下のところに、ここ見えますかね、ここにトルクスのネジが1個だけで止まってるんですよ。なのでちょっとこのね、ネジを外していきます。はい、ネジ外しました。でね、あとはね、もうパカッと外れるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、やってみたいと思います。パカンってなりましたね。で、これをよいしょ。ちょっとね、この真ん中辺で引っかかってますね。これを使いたいと思いますけど、なんか引っかかって取れない。ちょっとね、勢いで吹っ飛ばしちゃいましたけど、はい、無事に取れました。取った後ね、こんな感じ丸裸になってますけど、配線全然見えてないんで、これだったら安全に交換できると思います。じゃあちょっとね、部屋に持ち帰ってこちらをラッピングしていきたいと思います。はい、じゃあですね、こちらにラッピングしていこうかなと思います。まずはね、表面をアルコールで綺麗に拭きたいと思います。ラッピングだったら失敗したら剥がせばいいから気は楽ですよね。果たしてね、この辺の局面がね、うまくできるかどうかっていうのはちょっと不安ではありますけど、まあ、ちょっととりあえずやってみたいと思います。一応ね、ドライヤーも用意しました。ホットガン、前にアリエクで買ったラッピングのフィルムがね、まだちょっと余ってたんで、まあ、この端材ぐらいでちょうど足りそうな感じだったんで、これでやってみたいと思います。ちょっとギリギリすぎる感じもするんですけど、まあ、ちょっと頑張ってやってみます。もうこのぐらいの面積だから台紙全部剥がしちゃいますね。で、最初にちょっとドライヤーで温めます。やっぱこの曲面の部分が難しいですね。はい、なんとなく表面は腫れたっぽいので、この周りのね、いらないところをカットしていきます。はい、ちょっとね、切り口がガタガタになっちゃいましたけど、あとは内側にね、折り曲げて仕上げにしたいと思います。あー、端っこ切り方が悪くてちょっとフィルムが足りないところが出てきちゃいました。これがね、素人ですよね。ちょっとフィルムを伸ばしてカバーできるかな。はい、ちょっと途中までやったんですけど、やっぱりね、カッターの切り方が悪すぎて所々ね、はみ出ちゃってるんで、もうこれ失敗にします。やり直しします。よっ、まだもう少しね、余ってるんで、よっ、はい、もうこれは失敗。
はい、新しいシートでなんとかここまでリカバリーしたので、今度はね慎重にカットしていきたいと思います。ちょっと裏側にして切った方が良さそうですね、はい、ちょっとね大きめに余裕を持って切っていきます。はい、このぐらい残して切りました。はい、じゃあこれであとは内側に丸め込んでいって完成です。はい、なんとかラッピング終わりました。それ一見綺麗に見えるんですけど、やっぱり素人なんで横とか見てるとね結構ガタガタです。この辺の曲線のところとかね、どうしてもシワが取りきれませんでした。で反対側の側面もね、この辺ちょっとねシワ寄っちゃってますけど、まああんまり気にしないです。で裏面はというと、はい、もう裏はもうねシワシワになっちゃってますけど、まあ裏は見えないんでねあんまり気にしないです。でこれフェイスプレート取り付けるときに引っかかる爪の部分だけはねこんな感じでカッターでシートをね切っておきました。こことここもそうですね、こちらとこちらも爪があるのでカッターで切りました。はい、で最後なんですけど、このまま取り付けたらですね、のっぺらぼうでなんかかっこ悪いので、アリエクでですねテスラロゴのステッカーを買っておきました。これ何枚かね大きさが種類があるんですけど、今回はこの一番大きなやつですかね、これをつけたいと思います。これをこの辺にねドーンと貼る感じですかね。表面をアルコールで拭いておいて、乾かしますか。これでそれで位置合わせして貼るんですけど、まあ、本当はねセンター出しとかした方がいいと思うんですけど、まあ、もう私は適当にやっちゃおうかなと思います。この辺の位置ですかね、大丈夫そうでしょうか。はい、じゃあこちらを貼っていきます。この辺かな。はい、どうだろう、センター出てますかね。うん、こんなもんですかね。はい、じゃあこれを貼っちゃいます。はい、で上のフィルムを剥がして、あ、危ない。これクリアコートかなんかしないとやばそうですね。このシール大丈夫かな。うわ、くっついてきちゃう。ちょっといいよ、いいがうまくくっついてくんないんですけど、ちょっと待って、よいしょ。あ、この E の部分だけ裏の台紙がくっついてて剥がれてなかったみたい。いや、さすが中華ですね。ほら取れた。いや、これ難しいじゃんね貼るの。いやー、やばい、傾いたらかっこ悪いぞ。大丈夫かな、ちょっと傾いてる気がするけど、ピンセット持ってこよう。はい、全くなんていうことですかこれは。こんな感じですかね。はい、もうこれで良しとしましょう。はい、どうでしょう、こんな感じで出来上がりました。自家製のディープブルーメタリックの第2世代ウォールチャージャー用フェイスプレート完成です。はい、じゃあこれをね早速ウォールチャージャーに取り付けてみたいと思います。どんな感じになるか楽しみです。はい、じゃあ今からですねこちら取り付けていきたいと思うんですけど、あいにくですね雨が降ってきてまして、すごい今寒いんですよ。ちょっとねこれ表面水滴拭いちゃいますね。はい、じゃあ取り付けていきたいと思います。うん、なんとかちゃんとはまりましたね。はい、じゃああとは下からビスを止めて完成です。よいしょ。はい、OK。 はい、どうですかこれ完成したらこんな感じになりました。なんかねテスラショップで売ってるカバーとなんか遜色なくないですか、こうパッと見ですけど。まあね細かく見たらやっぱりねラッピング下手くそなんで、この辺ちょっとシワ寄っちゃったりっていうところあるんですけど、まあ遠くから見たらわからないって感じですよね。はい、じゃああと最後気になるのは、この充電器充電中にこの辺にね光がこう流れるんですけど、それがこのラッピングした後どんな感じで光るのか実際に充電してみたいと思います。はい、充電。
はい、どうでしょう。あー、これわかります？うっすら光ってるんですけど、明るいと全然光が見えなくなっちゃいました。これね、今ね、ここ光ってます。これ多分ね、夜だったらわかるんじゃないかなと思うんですけど、昼間だと光ってるのがちょっとよくわかんなくなっちゃいましたね。最初私の予想だと、この緑のランプが透けて見えるなと思ってたんですけど、実際にはですね、ほぼほぼ昼間は見えなくなっちゃいました。よく見たら光ってるのわかりますけどね。はい、わかりますかね。あ、ちょっとここはね、計算ミスでした。はい、というわけで今回はテスラショップに追加されたウォールコネクターのカラーフェースがね、出て、それを購入しようと思ったんだけど、私のこのウォールコネクターは第二世代なので、つけることができないということで、だったらもう DIY でですね、カラー化してやろうということで、今回ちょっとやってみましたけども、いかがだったでしょうか。この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。